どうも皆さんおはようございます。工藤です。2月25日金曜日、朝の7時38分です。はい、今日はね、2月25日ということで、まあいろいろ発売日が重なってますね。はい、まず一つが、エルデンリングです。ゲームですね、ゲーム。フロムソフトウェアとバンダイナムコの、共同制作のゲームだったかな。まあ、いわゆる死にゲーっていうゲームなんですけど、まあ、私は買う予定は今のところはなくて、プレイする予定も全然ないんですけど、私あんまりゲームそんなにうまいわけじゃないので、あの手の死にゲーはね、多分クリアできないと思うので、まあ今のところはね、はい、買う予定はありません。はい。で、もう一つは、リンクバッツですね。ソニーから発売される、リンクバッツの発売日が今日でございます。はい。で、それは、もうすでに予約しているので、はい。いずれ届くことにはなるんですけど、今日の朝、ソニーストアさんからメールが来てまして、夜だったかな。ソニーストアからメールが来てて、あれ、どこ行った、これか。昨日の夜か、夜じゃない、夜中か。12時ぐらいにメールが来てまして、で、商品発送しましたっていうふうに連絡が来てますので、まあ、今日は もちろん無理だけど、おそらく明日、明後日、ってくらい、土日のどっちかには多分届くんじゃないかなと思います。はい、なので、リンクバッツに関しては、届き次第、開封したりとか、はい、実際に使ってみての感想なんかを喋っていこうかなと思います。はい、で、まあ、おそらくいろんな YouTuber の方がね、そのソニーのリンクバッツレビューすると思うんですけど、私はね、やっぱポッドキャストのなんで音でしかね、皆さんにお伝えすることができないんで、なかなか、他の YouTuber のレビュアーさんと比べると、伝えられる情報がね、制限されるので、どうしようかなと思ってたんですけど、やっぱり私ならではの、使い方における、その、なんだ、レビューをしようかなと思ってまして、そうだね。例えば私、よく ASMR 聞いたりするんですけど、ASMR はそのソニーのリンクバッツで聞いてみたらどうなのかなっていう話とか、普段はね、そのソニーの密閉型のヘッドホンを使ってノイズキャンセリング聞かせて、もう完全にもう音の世界に入り込むような状態で ASMR 聞いてるんですけど、果たしてそんなオープン型のリンクバッツで ASMR 楽しめるのかなっていうところとか、あとは、そうだね、リンクバッツの私なりの使い方としては、あと、ポッドキャストの収録用マイクとして使うとか、マイクの性能がね、かなり高いらしいので、私今までその外に出た時に使うマイクって今まで持ってなかったんですけど、外で収録する際にもノイズを結構抑えてくれるんで、まあ、いいマイクになりますよね。だからその辺はどうなのかなとか、あとはあれだね、この前のドライブの時に話したけど、車の運転の時に、つけるのってどうなのって話をしたんだけど、ちょっとそれに関しては、まあ、つけない方がいいっていう話にはなったんだけど、ちょっと一つ考えがあるので、ちょっとそれをまたね、ドライブの時に試してみようかなと思ったりしているので、まあ、私ならではの使い方を実際に使ってみてどうなのかなっていうところをお話しできたらなと思います。はい、その辺でこう差別化できたらなと思いますね。はい、まあ、そんな感じで今日はエルデンリングの発売日だったり、まあ、リンクバッツの発売日が結構重なっていますね。はい、まあ、今日は、私学校じゃない、ポッドキャストの収録のお仕事があるので一日暇っていうわけではないんですけど、はい、まあ、アニメもね、そんなに今日、金曜日はね、
あんまり配信されないので、結構時間見つければなんとかゲーム配信もできたりするんじゃないかなとは思っております。はい、まあ、今ねホライゾンフォビドゥンウェストの配信なんかも、やっているんですけど、まあ、それと合わせて、スマホゲームの配信もちょっとやってみようかなと思ったりしています。はい、ゲームのねキャプチャーボードの方が、まあ、動かないっていう話をちょっと前したんだけど、まあ、スマホゲームに関してはキャプチャーボードを使わなくてもそのスマホの画面をパソコンに映すミラーリングみたいな手法があったりするので、まあ、そういうのを使えば、うん、なんとかいけるんじゃないかなと思ってるんで、そういうのを使ってちょっと配信できないかなっていうのをちょっと今日いろいろ、実際に配信するかどうかはねまだわかんないけど、とりあえずできるのかどうかだけ、うん、まあ、やってみようかなと。 OBS の設定だけでもね、いや、なんかやってみたらどうかなっていうのを、はい、思っております。はい、まあ、そのくらいかな。うん、そう、スマホゲームはね普段あんまりやらないんだけど、せっかくね Galaxy S20 買ったし、スマホの画面も大きくなったし、で、Galaxy S20 はね、スナップドラゴン865だったかな、うん、が積んであるので、まあ、そこそこね、ゲームの性能も多分高いと思うので、うん、今のね iPhone 8はですね、ゲームデータ入ってはいるんだけど、あの、何分容量もねゲームはめちゃくちゃ食うし、かつ処理も結構重くなってきてて、私の iPhone8ではですね、もうね、あの、軽いゲームはね、まあ、まだ動くんだけど、リズムゲームとか、全然重くないと思うんだけど、あのね、結構フリーズするんだよね。もうカクカクで動かなくなっちゃってて、だからスマホゲームってほとんどやらなくなっちゃってたんだけど、うん、Galaxy S20 に昨日試しにね、ゲーム入れてみたんですよ。アプリをね、で入れてみたらですね、びっくりしたんだけど、その iPhone には今までそういうのなかったからびっくりしたんだけど、その Galaxy 特有のものなのかな、ゲームモードみたいなっていう設定があったりして、あと Galaxy のゲームランチャーみたいなっていうのもあったりして、ゲームアプリをこう自動的にそのゲームランチャーアプリの中にこうまとめといてくれるみたいな機能があったり、うん、あと、そう、だから配信にあたって、スマホの、なんつうの、通知とかをミュートにしたいなと思ってたんですよ。だって配信してるときに、あの、通知来てさ、あの、なんか個人情報がバレたり、仕事の情報がバレたりとかしたら、まあ、それはそれでめんどくさいんで、うん、めんどくさいというかやばいんで、うん、やっぱり、スマホの画面をキャプチャーというか、ミラーリングする、配信するには、やっぱりスマホの通知はオフにしなきゃいけないんだけど、毎回オフにするのめんどくさいなと思ってたんだけど、あの、Galaxy のね、そのゲームモードみたいなのがあって、それをオンにするとですね、いろいろメリットがあって、他のアプリを全部落として、要は、落としてなのかな、落として、ゲームアプリの、もう要は動作だけにも、集中させるみたいなモードが、になるんですよ。うん。で、あとさっき言ったように、その通知を一切ミュートにするとか、っていうのもあったりして、こんな便利な機能あるんだと思って、ちょっとびっくりしました。うん。だから、まあ、そういう機能を利用して、スマホのね、ゲーム配信をやれたらいいなと思っております。はい。ただ、スマホゲームは、一応その、パソコンの OBS 使って配信する予定なんで、やっぱりその配信の規約とかね、をちゃんと守っていかないといけないので、その辺はね、ちょっと気をつけながら、うん、やっていこうかなと思ってます。基本的には、私は、リズムゲームを結構ね、結構っていうか最近は全然やってないから、ちょっとかなりなまってるとは思うんだけど、まあ、有名なとこで言うと、プロジェクト世界とか、あと、ガルパも、うん、バンドリのガールズバンドパーティーだっけ、うん、もやったりします。はい、
他にもね、商売ロックもやってたな。あとは7分の22の、リズムゲームもやってましたね。はい。その辺をね、こう iPhone からこう Galaxy の方に移行させて、データを移行させてから、配信っていう形になるかなと思います。はい。うん。だから基本的にはリズムゲームをやるつもりでいるかな。うん、結構好きなんですよね、リズムゲームは。他の、まあ、リズムゲームというか、もう、ガチャ機能があって、回して、で、なんか、アイテムゲットしたりしてっていうのはあると思うんだけど、前に、その、テイルズ・オブ・ルミナリアか。ルミナリア紹介しましたけど、アニメ見たよっていう話とかね、したんだけど、テイルズ・オブ・ルミナリアとか、ゲームもあったりしたんで、あ、それも配信してみても面白いかなと思ったんだけど、ちょっとストーリーのあるものはちょっとどうするかなっていう気がしています。はい。個人的にその、まあ、前も言ったんだけど、スマホゲームのストーリー性のあるゲームにちょっと偏見がね、私はあるので、なんか、どうなのかなっていう。スマホ画面でポチポチずっとゲームする、ね、ストーリーものって長くなるんだよね。そう。長くなるから、ずっとスマホに向かってでこう、なんかやってなきゃいけないっていうのがちょっときついっていうのもあったりします。はい。リズムゲームだとね、本当に一曲一曲単位でこう、プレイできたりするんで、非常に楽なんだけど、ちょっとその辺をまた検討しようかなと思ってます。はい。そう。なんかね、昨日ね、その、ゲームをいろいろ探してて、見つけたんですけど、なんだっけな、ビジュアルアーツが出してる、なんか、ビジュアルアーツってね、ビジュアルアーツ、キー。ビジュアルアーツのキーが出してる、スマホゲームがあったんですよ。なんだっけな、名前。面白いのかなと思って。そう、ヘブ版かな？ヘブンズ・バーン・レッド。じゃあ、ヘブン・バーンズ・レッドか。っていうゲームがあるらしくて、キネティック・ノベル。キー作品のやっぱ、その、シナリオがね、やっぱ好きなんだよね。前田純さんとかもそうだけど。だからその辺の配信とかもちょっとできたら面白いかなと思ってて、そう、ヘブ版ね。しかも2月10日にリリースされたばっかのゲームなんだ、これ。これ面白いのかなと思ってね。ちょっとどんなゲームなのかは全然わかんないんですけど。そう、キーがね、結構その、スマホゲームを、キネティックノベルのルナリア？物語中盤まで無料で遊べる。これって何？全部は遊べないの？そう、私結構ね、その、ノベルゲームっていうのかな。そう、ギャルゲーというか、もう結構好きなので、そういうのもこう配信できたらいいよね。スマホゲームが、こう、まあ、規約にもよるけどね。最後にやったギャルゲー何だったかな？好きなんだけどね、最近やってないね、全然ね。はい。というわけで、まあ、スマホゲームにおいては、リズムゲーム、ガルパ、プロセカ、商売ロックとか、まあ、その辺をちょっと遊んでいって、で、かつ、そうだね、ノベルゲームとかもできたらいいかな。ノベルゲームとか。あとはなんかまあ、ヘブ版。ちょっとどんなゲームかわかりませんけど。とか、いろいろ、キー作品のね、はい。アプリとかね、ちょっと遊んでいけたらなって思っております。はい。あくまで予定なので、ちょっとどうなるかはわかりませんが。キネティックノベルってどういう意味なんだろう。その辺の知識があれなんですけど、まあでもね、多分その
スマホをキャプチャーというかそのミラーリングした時の配信の画質は分かんないんだけど、おそらくホライズンフォビドゥンウエストとかに比べたら多分ね、その FPS そんなに高い必要ないじゃないですか、この手のノベルゲームってね。別にわざわざ 60fps でやるようなゲームじゃないですよね。だから FPS を落として配信できるっていうところがちょっとありがたいかな、私としては。うん、スペックというか配信のこう質を落としても大した影響が出ないっていうところが、まあ、かなりありがたいですね。うん、だから本当に私みたいなライトな配信者というか機材が揃ってない人はこういうところから始めるのもありかもね。うん、はい、まあそんな感じですかね。うん、いやいいね、配信しながらちょっと今キー作品のキーのビジュアルアーツキーオフィシャルウェブサイトかを見てますけど、そっか、結構スマホゲームとかも出てて実況しやすいかもね、ノベルゲーム系は。うん、問題は規約だけどね。ちょっとダメって言われたらちょっとダメですけど、ダメっていうかできないですけど、うん、難しいね。うん、難しいけどちょっとワクワクするね。うん、はい、というわけでじゃあ今日はこの辺にしておこうかな。うん、ちょっとねまた朝の雑談みたいになってしまったんですけど、はい、今日はね私も収録がありますので、それに備えてね、まあいろいろ準備したりしながら臨もうかなと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。